皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。新年のご挨拶、私は1月3日から仕事を本格的に開始いたしました。地元で、地域の方が集まる初集会という行事が各地で行われまして、15会場ほど会場を回ってご挨拶をさせていただきました。その時に申し上げたことは大きく言って2つ。一つは今年の目標として、国を開くということの大切さを国民の皆さんにしっかり伝えたいということです。外務大臣として、外から日本を見る機会も多かった私として、やはり、日本の将来、今のままでは人口も減る中で、例えば一人当たり GDP も20年前は世界一であったかもしれませんが、現在は20位台に落ちてきている。どうしても閉塞感が漂っている。そういう中でアジアのエネルギーを取り込んで日本が成長していく、そのことが必要不可欠だ。そのためには国を開くということが絶対に必要だ。もちろん農業とか雇用とかさまざまな影響があり得るわけで、そこはしっかりと政策的な対応を同時に示しながら、しかし国を開くことはいかに重要かということを国民の皆さんにしっかりと理解していただく、その努力が求められる。国を開くためにしっかりと頑張っていきたいということが第一点。第二点は国民の生活の安心安全の観点からも、社会保障制度の再構築は待ったなしだ。地域や家族やあるいは企業といった社会保障の担い手がある意味で弱くなってきている。そういう中で国はより大きな役割を果たさなければいけない。年金や医療、介護、あるいは子育て支援、福祉、そういった分野でしっかりと国が関与を強めていかなければいけない。子育て支援については民主党政権になって、かなりの改革が行われました。もちろんまだ十分ではありません。そして今急がれるのは年金や医療、介護といったそういった社会保障の基本に関わる部分について、世代間の助け合いという理念を超えて、より国が関与する中で政党を支えていくということ、そしてそのためには当然財源が必要になりますから、そのこともパッケージでしっかり議論をする一年にしなければいけない。そのことを申し上げました。もちろん民主党は消費税を上げる際には、これは総選挙をやった上でということです。したがって、今年は全体社会保障制度の改革と財源の全体のパッケージの全体図を示して国民の皆さんに、これならやむを得ないという、そういった理解を得る、そういう一年にしなければいけない。そしてできればそれは与党野党を超えて、多くの政治家が私が今申し上げたような共通の認識に立っているはずですので、そのことについて率直に正直に国民の皆さんに語っていかなければいけないと、そう申し上げました。そして、そういった大きな改革を成し遂げていくためにも、政治に対する信頼というものが極めて重要で、官庁として党改革をしっかり進めていく、同時に政治と金の問題について、小沢さんの国会における説明も含めてしっかりそれを実現していかなければいけない、そういうふうに申し上げたところです。4日の朝、菅さんが記者会見で新年のにあたっての考えと述べられました。季節してほぼこの3点について、菅さんは菅さんの言葉を使われて、平成の開国とか、それから最初不幸社会の実現とか、あるいは不条理をに対して戦うという、そういう表現だったと思います。しかし内容的には極めて近いもので、これは結果的に一致したわけですけれども、
総理と幹事長が同じような方向性を向いて、同じような問題意識で物事を考えているということは、まあ、非常に良かったというふうに思っています。いずれにしても今年は民主党にとって正念場の年、しっかりと実績を出さなければいけない1年です。頑張っていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。